壁掛けテレビの設置はすごく大変なイメージを持ってましたね。ウォールフィットテレビはもう本当簡単に2人だけで取り付けられたのでとっても驚きました。なんか空間作りをもっと楽しめるんだっていうのがすごく嬉しいです。壁掛けテレビの設置はすごく大変なイメージを持ってましたね。ウォールフィットテレビはもう本当簡単に2人だけで取り付けられたのでとっても驚きました。アンテナ線に縛られないっていうところにもすごく驚いたんですけれども、好きな位置に設置できるってことは、あ、またなんか見たことない空間作りできるなっていうワクワク感がまた生まれますね。私たちがいつも意識している空間作りは、なるべくこうクリーンな状態を保つ、どれだけ楽しい時間を過ごせるかっていうのを結構意識してます。家で過ごすときはもうずっと2人でテレビを見たりすることも多いですね。リビングに設置して空間を広く使うのもいいですし、寝室に設置してリラックスした時間に使ったりとか、インテリアにこだわった人にもぜひ使ってみてもらいたいです。井上圭太さんです。お願いします。新井貴子さんです。お願いします。お願いします。今回の撮影でこのウォールフィットテレビっていう新しいものに出会えて、普段自分たちがお家の中で大切にしている空間作りに対して、なんかこう新しい発想を与えていただいたというか、すごくそんな感覚にさせていただいたのでとても嬉しかったです。ここまでめっちゃ薄いみたいな。ウォールフィットテレビをつけるところからやらせていただいたんですけど、ちょっと感動しましたよね。あ、こんなに簡単につけれるんだ。で、勝手にこうすごくねハードルを上げてしまっていたので、そんなに重くないですね。これを実際やってみたらすごくイメージ変わると思います。反射を見てあれですね。よくやる。よくやる。怖い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 。こんな人いないですよ。こんな人いないですよ。でも本当にいつもこんな感じです。私が3分ぐらい気づかない気づくの。本当にやってる。まずだけで。まあちょっとバリエーションとかな。でいくなら。今のはダメ。すいません。もうやりすぎ。バリエーション変えてきた。そう。これまで笑わせないです。本当に笑っちゃったんじゃないですか今。本当に笑っちゃったんで。前後結構むずい。あんま変わらない。あんま変わらない。すごい。はい、ちょっと最初からもうすでに笑いそうになってた。あ、苦まえる。はい。最初は笑ってなく、うん、はい、ちょっとお茶目な、はい、自分もなんかちょっとノリしてみるみたいな。わかりました。ちょっとお茶目な笑いから、はい。絶対毎日トレーニングするんですか。毎日ではないですね。あ、週5。週5、ほぼだな。ほぼですね。で、6日目は試合になるんです。ああ、そういうサイクル。本当自然な、ね、流れで撮影させていただいたので、より自分たちの素が出せたのかなとは。すごい。ちょっと声かけてもいいな。でもありかも。本当に今日の内容が全て私たちの日常そのままを表してくださっているので、なんかこうすごく変な感覚でした。家でも涙が出るぐらい笑うことがたくさんあります。あ、これでしょ。隠れてない。お疲れ様でした。ありがとうございました。
かけテレビの設置はすごく大変なイメージを持ってましたね。もう本当簡単に2人だけで取り付けられたのでとっても驚きました。アンテナ線に縛られないっていうところにもすごく驚いたんですけれども、好きな位置に設置できるってことは見たことない空間作りできるなっていうワクワク感がまた生まれますね。ウォールフィットテレビはインテリアにこだわった人にもぜひ使ってみてもらいたいです。